23話の戦闘シーンが神作画すぎて感動しているみんなの反応集。それではどうぞ。水星の魔女の最新は、神作画を通り越して、見るたびに語彙力なくなって、すげー、しか出なくなってしまう。細かすぎるけど水星の魔女、今回の話の最初、村木さんらしきエウレカバリの板のサーカス最高すぎましたね。グエルトラウダの回想は吉田健一神による神作画、エウレカ好きにはたまらない神回でした。23話超絶神作画すぎて何度でも見れるなこれ。なんか久しぶりにガンダムの戦闘シーンで熱いものを感じれたわ。キャリバーン、やっぱりシンプルでかっこいいな。今回は神作画でガンビットを避けまくる姿が見れたのは良かったけど、スレッタが文字通り命を削りながら操縦していたのは見ていてハラハラした。おそらく新商品 B だと思うんだけど、まだ仕様が明かされないのは最終回で何かあるのかな？人間の細かな動きやモビルスーツがやたらだか軌道にぐんぐん動いてたのも納得の、神作画といえば？な人たちが原画班に集結する贅沢な水星の魔女、劇場アニメとかでもやるのかなってレベルですね。水星の魔女の作画マジですごいよ、マジですごい。制作現場が大変なんだと思ってたのに、神作画にする神たちが集結してる、マジですごい、本気だ。水星の魔女23話、まだ情緒不安定で感想うまく言えないけど、とりあえず冒頭から神作画のオンパレードで頼むからアニメーターさんはじめアニメ産業に関わる方々の報酬上げてほしい。ここに来て大詰めかってレベルの水星の魔女。神作画な戦闘シーンもそうだけど、ここに来て世界観を膨らませたり回収されてない伏線たち、終わる終わらない以前にこれこそ覇権アニメと言うべきなのではないだろうか。今週の水星の魔女の作画良すぎた。こんな神作画で推しを見せていただき感謝しかありません。制作スタッフ様ありがとうございます。まずあのデリングお父様の神作画は何なんです？すげえ綺麗になってますやん。ビビった。あとエランゴボー君さ、やだもう惚れてまうやろ。どうしてこうなったんだお前。最初のキモいのは演じてたんだろ。そうなんだろ。本物が一番いらない子になってないか。気のせい。本当に神作画でした。来週で最後と思いたくないけれど、早く見たいです。今回は他企業の策略も垣間見えて心情がわかりました。水星の魔女23話戦闘シーン神作画すぎてマジ最高すぎる。グエルとラウダの兄弟もどっちとも死ななくてよかった。エリクト最後はお姉ちゃんとして笑ってあげた。水星の魔女でここがダメだなと思うのは、地球の暴動とかデモの場面がたまに出てくるけど、あの作画がぬるい。あそこに予算をかけて手ゴリゴリの神作画にしないと、地球側の反感というのがとても安く思えてしまう。極論するとギャグ漫画に見えてしまう。ガンダムで稀に見るスタッフが本腰入れた神作画好き。にしてもこう見ると戦闘シーンやばいな。何度でも見れるわ。プラモもマジで欲しいんだけど、今年の夏マジで出費多くなりそう。機動戦士ガンダム水星の魔女第23話を視聴しました。今週はガノタ君ってこういうの好きでしょっていうのをふんだんに散りばめてくれてるのが好き。もう終わりなの？本当に残念。続編やってくれんかな。水星の魔女23話でエリクト以外の誰かがクワイエットゼロへ干渉していて、エリクトがエアリアルに文句を言っていたことから、やはりエリクトではないルブリス AI 派生のエアリアルお姉様もいるっぽいだと個人的にはめっちゃ嬉しいな。当初からエリクトではなくエアリアルに意思がある説を押してたので。水星の魔女23話見た。あと1話で終われる？どんどん戦闘シーンが神作画になっていくし、ここに来てお話が動き出した感あるし、続編は絶対にしてほしい。下のむからまだ終わらないでほしい。水星の魔女やばいな。当時のガンダムシードとかダブルオーみたいなガンオタの浮き輪乗りみたいな風潮で流行っているんじゃなくて、今期のアニメは水星の魔女一択ってレベルの流行り方しているのオタクとしてすごい嬉しいわ。
水星の魔女23話見た。来週はニコイチ期待になるんだろうかね。エリクトお姉ちゃん、クワゼロの母とスレッタを無事と見て最後に見せた笑顔が切ないなぁ。水星の魔女23話を見返してたら、レイザー受け止めるシーンは確かにエリクトよりエアリアルの方が先に振り向いてるな。エリクトはきっと妹のこともママのことも大事にしたかったんだろうね。こういう言葉で語らないシーンの書き方ってほんとガンダム得意だよね。水星の魔女、23話まで見た上で1話のミオリネを振り返ると、パパにトロフィーにされたのが第一、相手がシャディクなら妥協するけどシャディクが取りに来ないのが第二、俺がそうなんだからお前もパパの言いなりになれってグエルに言われるのが第三、くらいがイラつく要因だったのかも。水星の魔女23話感想なんだ、伝統芸能か。水星の魔女23話やばい。1話で2回も泣くことある？笑熱すぎてやけど通り越して、全焼笑。水星の魔女23話におけるミオリネ VS プロスペラの嫁シュートメバトル最終決戦が、一部のいわゆる、本物ミオリネ、界隈の間で大盛況のようで草。レスバ最強プロスペラに、俺たちのミオリネが完全勝利、俺たちのミオリネが帰ってきた。プロスペラに向かってお前が始めた物語だろ、とか。水星の魔女23話出勤前に見るんじゃなかったな。さすがにここまで泣かされるとは思っていなかったわ。来週これ月曜有給取らないと言っていけなさそう。ここ数話でユリ展開アニメからこれこそガンダムよな。って展開に持ってきているわけだけど何がすごいって未だにユリファンも見てくれてるのすごいな。マジで覇権アニメなんだなって思うね。幼少のグエルが妹とのラウダに初めて会った時、抱きしめたのがとても心に残った。初めから兄弟だったわけじゃなくて、兄弟になったんだねって不思議な家族関係だったから、気にはなってたのよね。最終回直前にやるのはさすがだと思う。水星の魔女23話ラス前でもう感情ぐちゃぐちゃ壮大な2組の兄弟喧嘩スレッタに訴えかけられても誇示するエリーたちスレッタもそうだったなグエルも暴走するラウダを止めに入るシーン来ちゃったかこれ切るとフラグ立ちまくるからおいやめろが止まらんかったよ疲れたところで過去回想もうあかんて水星の魔女23話いろんな見せ場があるけどまっまの母は教師よというシーンでミオリネが打ち込んだコードがクワゼロを無力化したの。ミオリネ母が強いという皮肉っぽくなってるな。水星の魔女23話見た。グエルとラウダ派、エルシーに大きく羽ばたく未来をもらえったよね。前にもゴン言ったけど、作品通して鉄血のオルフェンズより未来や周囲の勇士さを感じるんだよな。いやこれマジで来週も検討せないわ。